ナマステーナマステーメラナム MC ケロリンヘイ I love street food 今日はなんと、はい、チャイです。チャイ Yes たまに飲みますよ。日本でもチャイとかがねこうパックで入ったりとか、そういうのはあるよね、たまに飲んだりはするけどね。やっぱ本場のインドのチャイっていうのはどんなもんなのかを確かにちょっと見ましょうか。はい、おうえー、まず何なんすかこれなんかめちゃ飛んでますけど、これ牛乳かな。泡立ててんの。いや、牛乳ですね。液体っぽいですね。すげえサーカスすごいな。これこれね、やっぱ見てるのが楽しいと思います。これうんすごい。おお、混ぜるんですね。なんでこうやる。マーカサがいるんだ。美味しそうだな。うわ、うまそう。なんかチャイって女性のイメージが。ああ、ちょっとあるかな。すごい人気だね。男性がすごい。俺らがちょっとコーヒー飲むぐらいの感覚なんですかね。だろうね。仕事の男性がこんな飲むってことは。トルコアイスの職人を思い出しました。どのタイミングで洗ってんの。確かに。あ、それで言うと僕がインド行った時はこのチャイの器ってもう飲んだら捨てるんですよ。地面にパーンって割って、陶器でできてるんで、確かもう割って捨ててました。みんな地面にパーン叩き割って使い捨てだったんですよ、僕の時。見てて楽しい。結構砂糖入れるよ。すごいわ。こうやって入れてくれたらね、嬉しいですね。日本でこれだったら流行りそう。流行りそうですよね。チャイ見ましたけど。見ました。どうだった？美味しそうですし、なんかパフォーマンスがすごかったです。すごい。なんかこれ。そう。なんかストリートならではって感じしました。チャイって何種類もあるのか。地方によって味が違うとか。確かに。ネタってすんのか。今日はインドの屋台のチャイのお店の動画をちょっと見てみました。この動画を気に入ってくれた人はチャンネル登録、コメントください、シェアしてください。ランニャワード、ランニャワード、フィルムレンゲー、フィルムレンゲー。県に生まれました。聞かれます、それどこですか。